皆さんこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターシールドをやりましょうか。さあ前回ね、ワイルドエリアとか行って、化石掘ったりして新しいポケモンゲットできたんですよ。この子ですね、田中佐藤ただ誰やねんって話だけど、ダメなんだっけこいつって。ウオノラゴン、なんかね、魚の化石とドラゴンだっけ、竜の化石を組み合わせてできたポケモンで、なんかね、なんかヤバいポケモンなんですよ。ヤバいポケモン、いやなんかね、図鑑の説明がすごいカオスで、水の中でしか呼吸できないけどめちゃめちゃ陸上速く走れるみたいなね、なんか魚とドラゴンの特性が混ざったポケモンなんですよね。でこのポケモンをね、新しいメンツに入れてやっていきたいと思うんですけど、レベルが低いですよね。なのでちょっとまずレベル上げましょうか。レベル上げるアイテムが確かね、持ってたと思うんですよ。あれって使えるのかな、なんか経験飴、これ並び替えするか、とりあえずね、経験飴どれぐらいもらえるんだろう。これ M1 個上げてみるか。 M えい、とりあえず10個使ってみよう。えい、いくつレベル上がる。え、3万はやばい、レベル29。うわー、うわびっくりした、びっくりした、一気にレベル上がったお前。原始の力、強っ、ドッキリした、そんな上がるんだね。3万があったらそこまでレベル上がるんだ。へえ、噛みつく。ちょっといろんな技とりあえず覚えようぜ。ぶん回すよりも噛みつくのがいい。いや、それはさ、たくさん覚えるわな、技もいっぱいね。よしよしよし。29か。30ぐらいまで上げとく、とりあえず。2個ぐらい上げて。6031。あ、31まで上がっちゃった。武行より高いじゃん。で、武行も1ぐらい上げとこうかじゃん。武行これで。よし、上げたっけ。武行くんもレベル31。いいですね。経験飴って結構こんな簡単にレベル上がるいいアイテムだったんですね。知らなかった。さあ、田中佐藤くんもなんかアイテム持たせるか。よし、硬い石っていう岩タイプの技上がるやつ持たせました。ね。一応原始の力覚えてたから。で、ワイルドボルトちょっと星使いたいけど、なんか覚える？火炎放射とかヘビーボンバーとか。濁流！ねえ、熱湯マジでいいよな、熱湯。泣き虫イングとかちょっと武行を覚えるんだ。ねえ。じゃ関係ないけど、穴を掘る口域に埋めさせるか。ね、マッドショットがね、やっぱ結構空振りする確率が高いのでね、使いづらかったので、覚えておきましょう。穴を掘る。一旦使いますけど。よし。ただ中田壮が新しくメンツに加わって、新しいメンツで、今日も冒険やっていきたいと思います。巨大マックスのポケモンいないのがちょっと悲しいけど、アラベスクタウン行くには、ルミナスメイズの森を抜けるの。ルミナスメイズの森にはキノコに触るのが大事なんだ。どういうことだろう。さあ今から行くのはルミナスメイズの森ね。この森を越えると新しいなんたらタウンがある。なんたらタウン、もう名前がね、アラベスクだったっけ、言いづらい、覚えづらい。さあこれはなんだ、キノコに触ると言ってたよね。わお、なんか明るくなった。あ、出た、こいつ。ベロベロくんだっけ。どうしたの、うわ、戦うんかい、こやつ。ベロバーン。まあでもベロバーもう俺交換でもらったから倒すな。普通に武行倒せる。なんだっけ、フェアリーだっけこやつって。ねえ、火炎車60、意外と威力低いんだね。火炎車、虫食い、噛みつく。ほらレベルいくつだったっけ、敵ここの敵31か。まあぼちぼちって感じか。回復していった方がよくいいかな。まあ、いいか。貝殻の鈴あるか。まあ、31とかだったら、田中佐藤もね、奉行も、ちょうど31ですので、この辺でいいかなって感じですかね。前回レベル結構上がったので、みんな、巨大マックスが、ダイマックスポケモンたくさん買って。オッケー丸水さん。なんでも直し、あ、そうだ、なんでも直しで思い出したけど、アイテムねえ、買いたいな、いろいろと。これ何なんだろう、この効果。これ、キノコ触るの。なんか明るくなって綺麗だねって終わり？明るいねーっていう。なんか人がいる。こんにちは、料理さん。料理さん？キノコ探してますか？触ると光ります。いや、知ってるけど光るのも。ね、さあ、コックの検索。ね、安藤さんですか？行きましょう。マホミル出た、マホミル級！うわ、かわいい、マホミル。そんな色だったんだね。イソギンチャクみたいなポケモン。これフェアリーだよな、多分ね。こやつも。カイングルマ。でも一応森だからね、
あの炎が効くポケモンがいっぱいいるのかなっていう勝手に思ってるので、うん、そう期待しておきましょう。溶ける。え、なんかシャワーズが昔よく使った技だよね。防御が上がるんだって、これってグーンと上がった。さあ、とどめ行きましょう。虫食い、もぐもぐ。奉行くん、いや奉行くんいいね。奉行くん今一つ、虫が今一つ、なんだろうタイプ。魔法見る牛。ちょ次まだいるよね、ポケモン的。ヤバチャ、ヤバチャってさっきのあいつ、ベロバーの親戚いや分からへん。あ、お嬢も体力減ってんな、出したいんだけどね。まあいいや、田中佐藤デビュー戦いきましょうか。田中佐藤陸上じゃ呼吸できないよな、大丈夫。お前の顔やべえな、頭下がないやマジで。何こいつ、ヤバちゃん、何こいつ。ヤバちゃん、やばいお茶や、やばいお茶、ヤバちゃちゃ。え、原始の力いきます。痛い、いけ原始の力ドーン。全然食らへんな、もう一回やろう。カップやったら岩で割れるんちゃうか、お前。えい、水タイプ、驚かす、ゴーストタイプか、ヤバちゃん。そうか、ポルターガイス的なやつか。だったら噛みつくだな。ゴーストか、いいね。ガブガブ、こいつ欲しいな、かわいいな、ヤバちゃん。でも俺のゴーストタイプお嬢様がいるからね、手持ちには加えられないんだけども。いやでもメンツ結構固まってきたよね、我がチーム。マシエドまだいるじゃん。いやでもそんな、やっぱりお嬢様出すか。お嬢様、お嬢様体力ねえけど、なあ、あんま出番なかったポケモン3人集ちょっと今日頑張ってもらおう。ねえ、いや、デスバーン、デスバーン。なんだよお嬢、あ、おめえか、マシエドか。何する、ねえ、シャドクロとかしとく。うら、シャドクロ進化したから強いぞ。いいダメージ。いや、ギガドレインはちょっとやめていただけますかね。死ぬんじゃね。お嬢、てめえは俺を怒らせた。ほら、もうマシエドね。あのコックさんだから食べ物っぽいポケモンばっか選んだのですか。なんかちょっと腑に落ちないけど。叩きつける、誰覚えたの。叩きつける、あんま強くねえな。よし、奉行が覚えたんだ。リボンちゃんもレベルアップ、ナイス。検索さん、レアなキノコより珍しいぜ。そうか、ここキノコのとこやから、キノコポケモン出したんだね。ルミナメイズの森には珍しいキノコがあるという。カレーを作りたい。カレー屋さんですか。僕もカレー食べたいです。美味しいカレーが食べたい。ちょ、一旦帰って回復してくるわ。ちょ、なんか言ったけど、ポケモン。よし、回復してきました。じゃあちょっとね、あのモンスターボール取るため孤軍奮闘しましょう。なんもないのかいね。キノコ触ると、あのベロバーがよく裏側にいるんだよね。それぐらいベロバーってよくわかんないんだけど、ベロベロバ、うん、キノコ触るたびに何か変わってんのかな。大きな根っこ、吸い取る技で大きく回復できる便利なやつ。なんか今いたよね、ポケモン。誰だろ君は。あー、ポニータだー、出たー、かわいい、欲しい、捕まえようぜ、ポニーちゃん。モンスターボール。ポニーちゃん頼む、頼む、頼む。レベル高いし欲しい。ポニーちゃん、ポニーちゃん、ポニーちゃん、ポニーちゃんやったー。ポニーだー。うわ、嬉しい。うわ、めっちゃ可愛いやんこれ。俺ポケモンシールとこのポニータ可愛いから選んだもん。ね、一角ポケモン。ガラルの姿、瞳を覗いて心を読む、横島な気持ちを見つけるとたちまち姿を消してしまう。悪いこと考えられないんだね。そう、美しい君の名前は潔癖だ。潔癖ちゃん、潔癖ちゃん、ちょっと手持ち加えようぜ。どうしようかな、首にするの。俺クチーギョ言ったけど、やっぱクチーギョかな、地面タイプかぶってっから鋼いなくなるけどね。田中佐藤とナキムシングが水タイプかぶってんだけど、田中佐藤まだ入れたばっかだから、こん中じゃクチンキョかな、頼れるやつだったんだけど。あー、ちょっと
しばらく潔癖ちゃんをね、手持ちに加えていきたいと思います。君はエスパータイプだったっけ？エスパータイプ、ちょうどエスパータイプ今いないからね、割とええんちゃうかなって感じやけど、ギャロップに進化するのかな。進化したらどうなるんでしょうかって感じだけどね、技なんかタイプ増えるんだったらいいんですけどね。さて先進みましょうか。うー、怖っ。このちっちゃいキノコ触れないの触れなかった。へい、明るくなった。やばい、こっちに道があるってこと。明るくなって、明るくして道を探せよ。イエーイ、ウェイドマシン、いびきガー。寝てる時って皆さんいびきしますかね。わかりませんね、そんなことしてるといいですねって意味わかんねえ。倒すか、かかってこいや。鉄道はいいですよ。たくさんのポケモンと人を同時に運べる。ガラル電車、列車に乗ってきた。あなたとの出会いで人生変わるかしら。行きましょう、バトルが。人生変わる戦いです。肝試しカップル、ユータとミレイ。肝試しに来たんだね。俺、お化け怖いから嫌だ、絶対。さて、キューコンと、ね、なんだっけ、あの子。かわいい子ちゃん。キルリアちゃんだ、キルリアちゃん。かわいい。まあ、サクッと落とそうぜ。スピードスター両方に当てて。出た、焼き尽くす。あー、つい。ダブル攻撃って強くない？ね、武行くん。ガブ。抜群じゃないのね。でも一撃だったらやってみて。よし。2匹だけだしね。サクッと落とそうぜ。貝殻のスーツマジで便利だな。長期戦闘にマジで持ってこい。てか、さっきのね、あの、ポニータでレベル35だったじゃん。レベル高いの多いっすね。さ、狙い撃ちって初めてじゃん、これ。狙い撃ち！パキューン！早い。あ、強いね、いいね。抜群。やったー。で、あーね、ミレイちゃん。お疲れ。負けた悲しみを忘れるなら鉄道の旅がいいよって。ね、電車乗って旅に出よう、自分探しの旅。強すぎる！勝てる人探しに行こうって。で、電車乗っていくの。電車は俺も好きだよ、電車の中で。電車の中ってなんか本読んだりさ、なんか本読むの、本読むだな。うん、俺最適だと思ってんだよね。あれ？ここってさ、あー、さっきの動画。本読んだり、あと何する？おぉ。なんかね、作業するのにもってこいですよね。さて、戦っとくわ、この人も。こんにちは。キノコの中には触れると反応を見せるものもある。だから、明るくなるだけじゃなくてって感じか。でも、キノコの役割ってなんか隠された通路を見つけるみたいな役割だよね。さっき言ってらっしゃったらなんか少しさ、見えるようになったじゃん。出てきた。これお店によくいたポケモン。なんて言った今。イエスさん！てか、レベルやば。負けそう、普通に。でも、負けそうっていうか、負けてんだよ、レベル。チャンボイズ。フェアリーか、こいつ。この見た目からして。わかんねえ。とりあえず。ああ、抜群。悪タイプか？ね、黒色のポケモンって大体悪タイプなんですよ。もう、経験則ですけど。ね。武器をレベルアップ。イエスさん！イエスさんしかいねえじゃん。虫食って終わりや。意外と、というか、武器強いな。仲良くする。ね。ね、これ。白い煙。武器の特性。武器強いな、武器。まさか、おめえ強いのか？入れたけど、やっぱあのジムリーダーが使ってるポケモンって強いポケモンばっか なのでは説あると思います。よし、いいぞ。さあ、めぐみんに勝った。私は負けると悲しい反応。くそ、お守りコーナー持たしたいな。でも戦う隙がない。ちょっと待ってね、通してください。むっ、あ、出たこいつ。多分ベロバーの進化系だよね。ギモーキモーね。まあ、持ってるポケモンだしね。持ってるポケモンの進化系だし、倒しちゃおうでしょうか。経験値になってもらおう。うわー、耐えやがった、こいつ。耐えたんだったら、しょうがねえなぁ。進化系だし、ハイパーボール投げるか。俺、ハイパーボールはハイパーだからな。どんなポケモンでも捕まえらんない。スーパーボールだったらダメですね。ハイパーボール2個目やぞ。頼むぞ、もう使いたくないぞ。ゲッ、できない。嘘、マジ？もう諦めてモンスターボールの回です。うお、行ったわ。
モンスターボールでいけたんかおめえ。やったぜ。まあ2匹ポケモン死んだんですけどね、捕まえるのに経験値高え。ゴチ。はい、というわけでギモフェアリーになるんだね。昭和ルポケモン、悪知恵を使っても夜の森に誘い込もうとする農作物を育てる力を持つらしい。マジでいいじゃん。家庭菜園に使えるポケモン、ね、とりあえずボックスを送ろう。ギモくんはベロバーだっけの進化系だもんね。迷子だぜ、助けてくれ。光ゴケ、持たせて水の技を受けると特防が上がる。使い捨てなんだねそれって。ちょっと待って、一旦帰って回復していいんだけど。マジで迷子。さあちょっと回復してきました。ポケセンで遠いね。さあ技マシンだ。さっきのマダム倒した奥だね。トンボ返りだ、やった。これいい技だよね。あの殴って帰る殴って控えと変わるっていういや、いい技マシンゲットできた。さあこの森ももうゴール、そろそろ。あゴールだ。意外と短かったな。トンボ返りあっただけじゃん、ほとんど。よーし、さあこのね、森なんとかね、新しい仲間も増えて最高です。さあ到着しました、アラベスクタウン。綺麗だなーここ。わー、ファンタジー。でも現実こんなとこ行ったら虫多そうだけどさシューシュー、なんか、あ、ポケモンだ。あれなんて言うんだっけ、あのキノコポケモン、わからん。わ、ポケモン、あいついるじゃん上にも。ポケモンの楽園なのかもしれないねここ。アラベスクタウン、巨木の内側を切り抜いた、形の居住区がある町だっていう。これまあいいかちゃんじゃんね。いらっしゃいポケモントレーナーさんっていう。すごいなここ。めっちゃ綺麗やん。よう、光るキノコ、不思議なキノコ、フェアリータイプのいたずらなの。あれフェアリーのせいなの全部いたずらって。ルミナスメイズの森を迷ったらフェアリータイプの仕業。いや、あんま迷わんかったで嘘ふらふらと誘い込まれて何ともいない街ですね。いい街だよね。回復しに戻って意味なかったわ。さあもうちょっとだけ街探索しましょうかね。なんか男の子に手紙渡すんだっけここで。フランク？じいちゃんの名前だぜ。じいちゃん、この人？じいちゃん、ふがふがはー、俺はポケモンだー。え？さあ聞いてくれよ、ヒバニーとヤクレは同じ種族が違うだろ。でも俺たちはそれをまとめてポケモンと呼ぶ。虫もウサギもってこと？ヒバニーと俺も違う種族だ。俺とヤクデも違う種族だ。だったら俺をポケモンと呼んでも構わないんじゃないか。あ、そうか。いやいや、気を使ってくれなくていいんだ。無理があるのは分かってるんだ。俺はポケモンになりたかったんだ。マジ？モンスターボール入るよ、俺の。ねえ。なれます。ファイトです。うん。ちょっと冷めた目で。ファッションを変えたら気持ちも変わる。ポケモンの気持ちになれば、ある意味、ポケモンになれたと言ってもいいのではないか？うん、君、俺の燃え上がる気持ちを表現してるような服を、炎を感じるデザインを俺の前で着てくれないか。炎のデザインってあれジムリーダーの服ぐらいしかないけどね。ポプラさんはずっとずっと昔からジムリーダーなんだよ。え、昔からなんだ、変わってないんだね。ポプちゃん、ポプラさんのジムスタジアムは小さな劇団でもあるの。ここあのポプラさんか、あのおばあちゃんね。この人があのフランクさん。おや、フランクはわしだが、手紙を届けに来た。へい、古びた手紙。やっぱあのお城にいた女の子ってお化けだったのかな。おお、ポーラちゃんか。いやー懐かしい、幼い頃よく一緒に遊んだよ。でも彼女病気してね、それをわしに隠してたんだ。それで喧嘩になってわしも引っ越すことになり、それ以来会ってないが、ポーラちゃん元気にしてたかね。ポーラちゃん子供だったけど、てん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 、むむむむむ、無口な子供だね。懐かしさを運んでくれたおだちんだ、持ってきなさい。こだわりスカーフ、やべえもんもらった。こだすか、素早さが上がる。同じ私が出せなくなる。友達はいるかな。ぐさっとくる言葉いたな。君友達はいるかな。ぐさっ、効果は抜群だ。怖い。あー、もうお話の邪魔しないで。この家怖いっすね。ちょっとあのお城まで見に行こうぜ。さてナックルシティのね、右側にいた女の子がいなくなってるなー。
はい、ということで、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。ポケットモンスター、あ、シールド、お化けのようなことも起こるんですね。恐ろしいぜ。なんとかで今回手持ちも増えて嬉しいです。ポニータちゃんかわいい。ね、進化はいつするんでしょうか。36ぐらい、あと1かな。ね、進化させてギャロップにして、ね、かわいい子ちゃんたちと一緒にね、ジムチャレンジ成し遂げていきましょう。また見てください。あっぱよー。